はい、YouTube ご覧の皆様、ズーチャンネル田川寛太でございます。本日ですね、あの春頃にですね、風呂場で脳梗塞で倒れた、さくら金蔵さん、役者生命が終わったんじゃないかと、コメディアンの人生も終わったんじゃないかと、皆さん言っとったんですけれど、なんか知らないけど普段なら全くやらないようなリハビリに一生懸命、毎日、なんか一念発起といいますか、何か思うところがあったんでしょうな、一生懸命頑張られまして、なんとか喋、れるといいますか、普段のね、金蔵節炸裂ができるんじゃないかと、いうような状態に皆さんの応援のおかげで、なることになりました。それでですね、まあ、復帰には1年かかるんじゃねえかとお医者さんも、あと関係者もね、みんな言っとったんですけれども、本人がですね、このありのままの俺を見てほしいと、なんか売れないアイドルがヌードになるような話みたいになってますけれども、まあちょっとまだ麻痺があるんですけれども、そういう中でどれだけ笑いを取れるかと、こんなことは世界でもなかなかおらんぞ田川君と、ことを言われましたので、あ、それだったらやってみっかなということで、本日、16時半よりさくら金蔵緊急生放送インタビューという形で、ズーチャンネル内で、やることになりました。ニコニコ動画で、ニコニコ生放送だな、ニコニコ生放送だな、まあニコニコ生チャンネル、生はつかないです、あ、ニコニコチャンネルチャンネルの、ズーチャンネル内でやるんですけれども、俺はドワンゴは腹が立つと、ほうほうほう、やつらに500円払うのも嫌だと、何がニコニコだバカ野郎と、いう方はですね、この YouTube のですね、ページにですね、何ニコニコ通さなくても見れるやつ、いやいや、外部プレイヤー、外部プレイヤーを用意したらしい、はい、URL は詳細を見てください、はい、URL が貼っております。そっちをポチッと押していただきましてですね、おっさんのですね、コメディアンの生き様をですね、とくとお楽しみあれと、おそらくですね、テレビじゃとてもじゃないけどですねできないんですもうね、もう決めてるんですか、インタビュー内容、インタビュー内容というよりも勝手に喋ります。あ、そうですか。あのね、倒れて救急車に運ばれてる時の話って伝説になると思いますよ。そうですか。というのでね、まあ他のワイドショーとかだったらなんとかね、お涙頂戴でやろうと思うんですけれども、まあうちはですね、まあ所詮はズーチャンネルでございますから、テレビでやらないということをコンセプトにやっておりますんで、一体どんな内容になるかっていうのは、まあ皆さん想像通りなことになると思いますということで、今日4時半よりですね、放送いたしますので、皆さんですね、今回はどちらかというと見てくださいというより応援して応援しにですね、遊びに来てくださいと、いうふうに思っております。それでは後ほど生放送でお会いしましょう。田川寛太でございました。